ジュロンバードパークパノレールは、かつてシンガポールにあるジュロンバードパーク内で運行されていた延長1 7トルの環状線、モノレールシステムである。東モノレールシステムは、先頭車に運転手がいる4両編成の車両を使用しており、立席定員なしで各車両に座席があった。乗車券には、大人が5シンガポールドル、12歳以下の子供が3。 シンガポールドルの運賃がかかり、1日限りの乗車が可能であった。各乗車券は公園の周りのみを一周するのに便利であった。障害者向けの利便性としてパノレール全域でリフトを利用することができ、車椅子を収容するために、交尾車の座席を折りたたむことができた。パノレールには3つの駅があった。2012年4月1日にパノレールが運行停止となり、 シンガポール動物園及びナイトサファリにて運行されているトラム車両と同一のものに置き換えられた。トラムに乗車するための運賃はパノレールと同じ運賃であったが、モノレール乗車券1枚での1周のみに対してトラム乗車券1枚では3周できるため便利である。ありがとうございます。